どうもこんばんは、エネムです。今回で東京グールの伏線考察解説シリーズ第10回ということで、動画内で紹介しきれなかった伏線や皆様から寄せられたコメントの中から、特に珍しいと思った東京グールの伏線考察についてピックアップしたので紹介していこうと思います。滝沢聖堂、無印東京グールでグール捜査官、東京グール RE でグールとなって登場した滝沢聖堂ことオール。原作では死に怯えなく滝沢の涙に悪魔の数字が現れていたり、両親の肉を食べてしまったことへの苦悩が隠し文字として現れていました。そして滝沢の名前、聖堂は聖堂に変換することができ、聖堂の読みは青霧であることから、捜査官である滝沢が後にグール集団青霧の木に所属することを暗示していました。しかしこの聖堂という名前にはもう一つ仕掛けがあります。聖堂の文字を分解してみると、正しい、かける、道となり、正しさにかける道と捉えることができます。つまり滝沢聖堂の名前には青霧加入の伏線とは別に、誠実な捜査官から残虐なグールへ、正しさを書いた道を歩んでしまうという意味も含まれていたということになります。アンテイク、無印東京グール最終巻のラスト回想で、トーカがアンテイクってどういう意味なのと尋ねるシーンがあり、入り身は素敵な意味よと答えていました。実はアンテイクという店の名前は意味や由来が複数存在しています。アンテイクを英訳すると取らない、奪わないという意味になります。また店長が妻であるウキナと初めて出会った古い喫茶店の名前がアンティークでした。アンティークを日本語っぽく読んでアンテイク。そして20句は歌も言っているようにおとなしい句であることから、安定した句、アンテイクとなります。入り身が言っていた素敵な意味に該当すると思われるのが、アンテイクをローマ字表記に変換した際に現れる意味だと考えられています。ローマ字表記に直したアンテイクのスペルを逆から並べ直してみましょう。読んでみるとウキエトナと読むことができます。ウキナの中にエト、なんともロマンチックなギミックではないでしょうか。ちなみにアンテイクで使われずに置いてあるアンティーク調のコーヒーカップ、あれはもともと3つセットでした。テレビアニメ東京グールルート A でも詳しく描かれていますが、店長とウキナ、そしてエトのコーヒーカップです。残っているのは店長とエトのカップだけ。店長はずっとエトのコーヒーカップを使わずにエトの帰りを待っていました。袋を討伐作戦の直前、私の願いはとうとう叶わなかったという店長の発言には、アンテイクという店の名前に込められた思いと使われないコーヒーカップの事情が隠されていました。そして喫茶店アンテイクの名前が帰りを待つ人、ウキナとエトの名前になっていることから、トーカとヨモが経営していた喫茶店 RE も石岩の王である金木の帰りを待つ場所であったと考えられています。東京グールジェイル、プレイステーションビーター専用ゲーム東京グールジェイル、その主人公リオは原作東京グール RE でシコラエとして登場していました。おさらいになりますが、東京グールジェイルはジェイルと呼ばれる凶悪なグールを主人公のリオが探す物語でした。しかし探していたジェイルの正体はリオ本人であり、名前にその事実が隠されています。リオという名前を逆さから読むと檻、そしてジェイルの意味は檻であることから、リオがジェイルであることは比較的わかりやすい形で示されていました。そして原作東京グール RE でシコラエとして登場した際、古田に直接リオと名前を呼ばれるまでは服装や目元のあざといった特徴でシコラエがリオであると予想されていました。しかしリオがジェイルであると名前に隠されていたのと同様に、シコラエがリオであることも名前の中に隠されていました。シコラエを逆から読んでみましょう。
すると、えらこしになります。え、と、ら、お、こすという意味で捉えることができ、五十音順で見たときに、あいうえおのえをこした先にあるのはお、ラリルレロのらをこした先にあるのはりになります。つまり、えとらをこした先にあるのはおとり、おりになります。おりはおりであり、英語でジェイル。ジェイルの正体はリオ。すべてまとめると、リオを逆から読んでおり、ジェイル。シコラエを逆から読んで解読すればおり、ジェイル。リオイコールジェイルイコールシコラエということになります。YouTuber 東京グール RE12 巻ゴートのアジトに潜入した葉月はじめの怪しい動きを察知した月山がはじめを問いただします。その際はじめがすみませんピカキンが見たくてと発言していますが、これはヒカキンのことなのは明らかです。しかしこの発言をしているのが葉月はじめであることから、この時のはじめは同じく YouTuber のはじめ社長と引っ掛けてピカキン発言をしていると思われます。隠し文字。無印東京グール最終巻フクロウ討伐作戦が終了し、取り壊されるアンテイクを見る東花と読む。東花の服装は T シャツにパーカーを羽織り、深々とフードをかぶっています。私は信じる。あいつはアンテイクへ帰ってくるって。涙を浮かべアンテイクを見つめる東花がパーカーの下に着ている T シャツ、よーく見てみると See you next の文字がとても小さく刻まれています。ぜひ探してみてください。連載当時まるで打ち切りのような形で最終回を迎えた無印東京グール、読者の間では第2部を予想する人や唐突な最終話に称賛の声を上げる人もいました。当時はアニメも人気絶好調だったので、原作未読の方にも大きな衝撃を与えていました。この See you next の文字、明らかに不自然で T シャツのデザインのようには見えず、石田水先生が密かに暗示していた第2部東京グール RE への伏線だったわけです。はい、ということで今回は伏線考察解説まとめシリーズ第10回ということで、今までの動画で紹介しきれなかった伏線や視聴者の方からいただいた考察コメントの中から抜粋して紹介しました。いかがだったでしょうか。個人的に今回紹介した内容はかなり珍しいものばかりだったと思ってるんですけど、皆さんどれくらい知ってましたかね。伏線考察解説系の動画作るとき、まあ、いつもね、僕かなり調べたり、まあ、漫画ももう10回以上読み直してたり、してると思うんですけど、初めて知ること、まあ、気づきみたいなのがもう毎回毎回あって、あ、俺もなんか、これだけ東京グール動画上げて語って好きだって言ってるけど、まあ、まだまだだなぁと思ったりしますね。うん。あと、このシリーズかなり好評みたいで、毎回再生回数すごく回ってて感謝感激なんですけど、まあ、再生回してる人の9割が、チャンネル未登録者なんですよ。なんかそういう、なんて言うんだろう、データみたいなのが YouTube の、裏で見れて、まあ、動画上げる頻度っていうのは前よりも落ちたんですけど、まあ、その分、まあ、凝った内容と編集にしてると思うんで、まあ、よかったら、まあ、ポチッと登録ボタンを押していってくれたら、まあ、僕も嬉しいなと思います。まあ、まあ、再生していただけるだけでね、もうありがたいんですけど、はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。